準備万端、いつでもいいぜ。マタイ、マルコ、ルガイ、ハネ、四方を廃して寝床の夢を破るお化けをこつかれよ。月火水木金土日、炭鉱病巣行き急ぎ。私はソロモン・グランディ。危ない、脱出しろ。はい、それまでよ。やってみるか。隣の芝に雨よ降れ、私の上だけ避けて降れ。一つの手かもしれない。私の獲物に手を出そうなんて食いちぎられる覚悟は。獲物なくても食いちぎるわ。どう、さあ始めましょう。ぶっ飛ばすわよ、マルコシア。どうせこの船に壊して食いちぎるぜ。私のトーチを食い散らかすやつを知っているようだな。あいつは私たちの獲物だって言ってるでしょ、クソ野郎ラミンは。今度は避けられないわよ。ラミン、屍拾いラミーか。だったらどうだってのよ。どうせこれで終わりだ。日よけの指は熱いるよ。なんだと。逃げる気。遊んでいる場合ではなくなったんでね。私がおとなしく逃がすとでも思う。せがれた。なんなのよ。ボンデリーの街角へ馬に乗って見に行こう。どこに行くにも伴奏付きやった。はい、念のため確かめてみますか。目取ってみなけりゃ分かんない。一定女房の膝と肘ノリでくっつけたもんなのか。死にたくなかったらじっとしてなさい。攻撃じゃねえ、邪魔な手は無用だぜ。もう狂気によってなんかいられない。これこそ私の求めてたものなんだから。今が女の正念場ってとこよ。我が麗しのゴブレットマージョリード。分かってるよ。お金はどこに。行ってきた。準備完了、追っ始めるわよ。当てに行くぜ。現れたのはおっかさん。メスの牙城を捕まえて。やおら背中にまたがれば。お月様まで一つに。再び見る世界は進化残像は引っ掛け凛とした やることはきっちりやるから任せときなさい。わかった。
任せる。王様目指す獣たち、ライオン闘水各獣、町中ぐるぐる追い回す。欲しい。それブランク長えから。豚がお空を飛んだとさ。ほい、茶色い服を巻きた男、すぐさま身元に引き渡す。はい、ディキリディキリディキリディア。二度とねえ大舞台だ、決まるぜ。誰がコマドリを殺したか、誰が損傷を受けたのか、誰が墓穴を掘るのかね、誰がお悔やみ受けるのか。死なないって冗談じゃないわよ。フレームヘイズ数万人分でまだ足りねえってか。かわいそうだね、コマドリーさん。